立憲民主党の大月くれはです。改めて、先ほど、黙祷も捧げましたが、5月に大津市で亡くなられた、護士の新庄さんの殺害された痛ましい事件には私からも哀悼の意を表しますし、こういった事件、罪を犯した人の更生を支援する保護司の方々には敬意を表します。この方々ボランティアで支えられているとのことでですね、各地域で本当に奮闘されている方々、お話も伺ってまいりました。そしてですね、こういった方々がやっぱり このような全国ニュースにもなっておりますし、自宅での面接に対して心配な声も上がってきております。先ほど大臣からも自宅でもうすでに現状でも自宅以外の場所での面接可能だということも存じ上げておりますが、改めてそういった場所の拡充とですね、行政の場でできることっていうのはやっぱり場を設けてあげるだとか、あとはこういった保護司の性質を例えば法人に持たせることによって、チームで例えばあとは社会と法人が連携をして支援をしていくというあり方が方法論の一つとして、今までの変えるだけじゃなく改めて選択肢を作ってあげることによって安心した環境につなげられると思いますので、私からこれ提案でございます。大臣もですね、先ほどの決意を申し上げられておりましたので、こういった提案も含めてですね、早急に拡充をしていっていただきたいという提案を最初に申し上げさせていただきます。そしてこういった観点から私は今現在草加委員が質問された福祉的支援を必要としている職保者の方々に対する支援の必要性について今日は質問させていただきたいと思います。現在法務省においては第2次再犯防止推進計画を昨年度からの5カ年で実施しているところだと承知をしておりますが、職保者が検挙されてから地域社会復帰に至るまでのこの一連の流れと、刑事司法システムがどのような機能、役割を果たすのか、地域資源では何が今足りていないのかについて質問をさせていただきたいと思います。まずは数字の観点でなんですけれども、令和5年度の犯罪白書によると、これ、犯罪の認知件数、今、約118万件、そして検挙件数が約81万件であると強調しております、これでよろしいですよね。で、その中でも、実はこの検挙された人数の 98% が、実は不起訴や執行猶予、そして罰金等なので、強制施設に入らずに、地域に戻っていくこととなっているということが現状です。実刑の人数っていうのは、実は1万5000人ぐらいしかいないんですね。で、こういった中で、誰かに危害や損害を加えたら罰せられるのは当然だと私も思います。ただ先ほど草加も申し上げました、この中にですね、制度の狭間で支援から取り残される方々、こういった方々の入り口支援と出口の支援の重要性が今まさに必要になってきていて、増してきているものだと思います。で、特にその中でも高齢者や障害を持っている方々、こういった福祉的支援が必要とされていると思います。そしてその中で大きな役割を果たす方々というのが刑事司法ソーシャルワーカーという方々で、この方々弁護士や社会福祉士、精神保健福祉士などの専門職や地域生活定着支援センター等がそれに当たっていて、医療機関や不動産賃貸業者などとも事業者などとも連携をしています。これらが刑事司法機関といかにしっかりと手を取り合っていかんいくか、これが効果を発揮する前提となってくると私は考えております。そしてこの刑事司法ソーシャルワークについて、私の地元北海道で職保者支援を行っている団体から現場目線での課題を今回ヒアリングさせていただきました。その中で3つ大きく課題があると伺ってまいりました。1つが個人情報の壁です。で、逮捕歴など犯罪歴は慎重に取り扱うことが必要なのは理解するんですけれども、この支援機関であっても公開されない情報等があることで支援が行いにくくなってしまうということ。で、2つ目が支援対象者自身が福祉サービスの必要性を認識していないことや、支援を希望しない場合もあること。そして生きづらさを解決しないまま地域に戻ってしまうと、結局再び犯罪に結びつく可能性が高くなってしまうということ。そして3つ目が、この司法的知識や経験を持つソーシャルワーカー自体が不足していることなんですね。刑事司法ソーシャルワークのプレイヤーになりうる人材の育成、まさに人への投資です。これを積極的に行う必要があります。この点に関して法務省と厚労省にですね、こういった点の課題認識と
解決に向けての展望を今後どのように考えているのかお答えお願いいたします。法務省押切保護局長。お答えいたします。委員から個人情報を得ることが困難であるとの声を聞くという質問をいただきました。障害のある受刑者が出所後必要な支援を受けるため、刑事施設や保護観察所が地域の支援団体等と連携することは、その再犯防止、社会復帰にとって非常に重要であると認識しております。保護観察所は高齢または障害のある受刑者等が強制施設出所後に福祉サービスを円滑に利用することができるよう、強制施設、地方厚生保護委員会、地域生活定着支援センター等と連携し、強制施設在所中から必要な調整を行う特別調整の取り組み等を行っております。刑事施設や保護観察所では特別調整等の取り組みにおいて、個人情報の提供の同意を受刑者本人から得た上で、福祉サービス等を提供する関係機関、支援団体等に対して必要な個人情報を提供するなどしております。今後も受刑者が出所後必要な支援を受けることができるよう、本人の同意のもと必要な個人情報を提供するなどして、支援団体等との連携を強化してまいりたいと存じます。花村矯正局長。福祉サービスの必要性を本人が理解していない場合があるというふうな課題についてお答えを申し上げます。福祉的支援の性質上、本人の希望がなければ手続きを進めることが難しいところ、客観的には福祉的支援の必要性が認められる受刑者であっても福祉的支援を希望しない場合があるものというふうに認識をしております。これまた障害等により強制施設出所後の自立が困難と認められるものに対しましては、釈放後の福祉サービス等を調整する特別調整等の福祉的支援を関係機関と連携しながら実施をしているところ、刑事施設におきましては、刑執行開始時の段階から必要に応じて福祉の専門性を有する職員が福祉的支援のニーズ等につきましてアセスメントを行うとともに、福祉的支援が必要と認められる受刑者に対しましては一般改善指導として社会復帰準備指導を実施し、地方厚生保護委員会の保護観察官とも連携するなどして福祉的支援の実施に向けての動機づけ等を行っておるところでございます。円滑な社会復帰に向けて福祉的支援の必要性が認められる受刑者につきましては、釈放後に適切な福祉的支援を受けることができるよう、改善指導などの機会を捉えて受刑者本人に対する動機づけ等の働きかけを推進してまいりたいというふうに考えてございます。厚生労働省歳出大臣官房審議官。先生、ご質問の刑事司法と福祉の双方の知識を持った人材育成につきまして、厚生労働省の取り組みをお答えさせていただきたいと存じます。各都道府県に地域生活定着支援センターが設置されておりまして、高齢または障害によって福祉的な支援を必要とする犯罪をした方等に対して、社会復帰ですとか地域生活への定着に向けた支援を行っているところでございます。でこうした支援を効果的に行うためには、先生ご指摘のとおり、刑事司法と福祉の双方の知識を有する人材を育成することが重要であると認識しております。このため厚生労働省におきましては、地域生活定着支援センターの職員に対する研修を行っておりまして、この中で刑事司法の関係者を講師に招いて刑事司法に関する講義を行っていただくなどして、刑事司法と福祉の双方の知識を有する人材の育成に努めているところでございます。大地君。今取り組みと課題の認識があることは分かったんですけれども、実際に現場ではやっぱり全然足りてないんですよね。もうぜひですね、大臣早急にこういった手当は進めていかなきゃいけないことだと思います。で続いて今入口支援だったんですけれども、次は 出口支援について伺います。この出口支援に関しては、強制施設移行のフェーズにおける職保護者の支援で、先ほどの入口支援と比べると当事者が抱える問題も複雑で、実験に至っていることで地域社会に復帰するハードルが高くなってしまうものと考えます。しかし抱える困難を解消していくことで、新たな犯罪
被害者を生まないということはもちろん、制度や環境の整備でできうる限り加害者を出されないようにしていくことは社会全体としても利益であると私は考えております。この障害の分野について申し上げれば、医療につながってこなかったことで療育手帳を持っていない知的障害のある人や境界知能、いわゆるグレーゾーンですね、このさまざまな困り感のある方というのは生活が破綻するリスクも大きくなってしまいます。精神障害、発達障害もしかりだと思います。いわば潜在的な障害者にはこの矯正期間にいる間に障害者手帳を交付する必要があると考えます。例えば令和2年度に法務省の矯正局が実施した特別調査によりますと、全国で1345名の知的障害を有するまたはその疑いがある受刑者がいること、そのうち1345名のうち療育手帳を取得している方々が414名、約 30% の方々であるということが判明いたしました。この調査についてそもそもの契機が何であったのか、また調査に関する経緯についてご説明をお願いしたいのと、またこの時に初めて判明した方々には療育手帳の交付、これはなされたと捉えてよろしいんでしょうか。花村矯正局長。お答え申し上げます。一般に知的障害を有する、またはその疑いのある受刑者につきましては、刑事施設への入所度数は全体より多い傾向にございまして、刑事施設に再入所した場合、再犯に至るまでの期間が比較的短いことに加えまして、平成29年12月に閣議決定をされた再犯防止推進計画におきまして、犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導の実施などが重点課題の一つとして挙げられましたことから、当局におきまして、全国の知的障害を有する受刑者等の実情を把握するため、令和2年度に特別調査を実施したところ、委員ご指摘のように、全国で1345名の知的障害を有する受刑者などがいること、そのうち療育手帳を取得しているのは414名、約 31% であることが判明したというふうなことでございます。大月君。この療育手帳のない方々が多いというのも、私が直接ヒアリングをした団体からも伺っております。持ってないんですよ、出所したときに。で、それを出所する前にですね、取得に向けた調整を行うことこそが、再犯防止に向けて、行政の行える第一歩であって、ではないかと、まだまだできることがあるんじゃないかと私は感じた次第です。で、実は長崎にこういった事例があります。令和4年6月に長崎の刑務所において、これ、社会福祉法人と業務委託契約を締結をしてですね、しっかりと刑務所と社会福祉法人が連携をした形で、療育手帳等の取得に向けた調整などを行って、在所中から出所後の生活安定に向けた一貫性のある指導、および社会復帰支援を実施するほか、出所して、それぞれの地元などで帰省した後も、息の長い、これ、寄り添い型の福祉サービスに移行できる体制を構築しているんですね。こういった活動、こういった、連携とか、こういった締結した活動をですね、全国に広げることによって、繰り返される犯罪の防止へとこれ、つなげることができるんじゃないでしょうか。これこういった長崎の事例があります。で、生まれた地域によって自分たちが受けられる支援につながることが大事で、その地位につながる差をどうやって埋めていくかということが私は行政の役割だと思うんですよね。だからこそ私が今回現場で聞いてきた具体的な事例を今次質問させていただきたいと思います。先ほどの団体を通じて精神障害のある方で仮に A さんといたします。この方が刑期満、この方は刑期満期を終えて出所した際には3日分の薬しか与えられなかったということで、A さんはこの薬を飲んでいたんですけれども、4日目以降、この薬が飲めずに症状が悪化しながらも、町を徘徊していたところを、こういった徘徊していて、お金もなく、戻る家もなくて、ただ幸いなことに偶然に、この支援団体の方々とつながったため、大事には至らなかったということで伺いました。で、この場合、支援につながったということは、結果論だと思うんですね、町を徘徊している中で。で、精神疾患の方がこの3日間で
病院の受診をして出所した後病院の受診をして、さらに自治体の窓口でこの難しい福祉の手続きを行って住むところを決めて仕事を探す、これ現実的に可能であるとは言い難いですし、やっぱり出口支援が機能しなかった典型例だと思うんです。でこういったことが起こってしまうのはシステムのどこに欠陥があるのでしょうか。まず制度上この出所の際に処方する薬の期間に定めがあるのか、あるいは施設や医師ごとの判断に委ねられているのか、もう一つ、また類似のケースについて心身の健康を著しく害することやどうしようもなく再犯に至る可能性もあるわけで、この流れの中で本来行政側ができたこと、していた方が望ましかったことはいくつも考えられます。こういった中で、何ができたと考えるのか、ぜひ伺いたいと思います。花村矯正局長。お答え申し上げます。矯正施設の長は医師等におきまして、被収容者について釈放後も引き続き医療機関での診察等の必要があると判断した場合、釈放時にそのものに対し医薬品を支給することができるとされているところでございます。この各施設で支給する医薬品の分量につきましては、一律に定められているものではなく、あくまでも医師等の処方に基づき必要な分量とするというふうなことにされているところでございます。大月君。でもただこういった事例も含めて出口支援としてやっぱり成り立っていなかったケースということがあることをやっぱり受け止めなくちゃいけないと思います。こういった例えば窃盗や薬物事犯というのは刑期を終えてもケアが治療が行われなければ何度も同じ罪を繰り返してしまう可能性が高くなるということを伺っております。この刑事施設、例えばですね、こういった関係はやっぱり先ほど草刈りも申し上げましたけど治療という観点もやっぱり大事で、例えば今私提案なんですけれども、刑事施設の収容状況、これ2007年をピークに現在の収容率 50% といって半分程度となっていると伺っております。これ在所中にやっぱり空きスペースで社会復帰に向けた治療とか自立支援のプログラムを検討してはどうかと考えるんですけれども、大臣これ受け止めは聞かないですけれども、ぜひ考慮の一つに考えていただけたらと思います。刑務所の空きスペースの利用です。刑務所の空きスペースを利用して例えばこの自立支援に向けて再犯防止に向けた治療と自立支援のプログラムをぜひ検討していただきたいと思っております。受け止め小泉法務大臣。はい、検討の視野に出たいと思います。大月君。検討の視野にぜひ検討していただきたいと思います。検討してください。次に出所後の居場所の確保、身元の引き受けについてです。やっぱり居場所がないと仕事を見つけられないので、この居場所の確保もこういった施設で私はやっていくべきだと考えているんですね。その中で刑事司法ソーシャルワークに関わるんですけれども、出所後のこの身元引き受けをするために受刑者面談をしよう、ね、受刑者面談しなきゃいけないですよね、出所する前に。その時に刑務所長の判断で認められたり認められなかったりするという相談を受けたんです。でこの刑務所長の権限が大きいこと自体は理解いたしますが、ただ出所後の居場所づくりの重要性は法務省も訴えている中で、このように所長判断で差異が生まれているのだとすれば原則認めていく方に変えていくべきものだと思うんですけども、大臣見解を伺います。小泉法務大臣。まず一般的には刑事施設において面会を許すべきかどうか、これ判断するにあたっては面会の目的とかそれを求めていらっしゃる方に関する情報とか受刑者との関係性などを、やはりスルーパスというわけにはいかない、一定のチェックは入ります、しかし、特に高齢、障害等により、出所後の自立が困難と認められる受刑者に対する特別調整等の福祉的支援、これは大変重要なものでありまして、この外部交通としてこれを認めるということではなくて、社会復帰支援としての面接として、実施できるというふうに認識をしております。これをしっかりと、徹底しなければいけないということだと思います。具体的には個別の事案に応じて、例えば地域生活定着支援センター職員による特別調整対象者との面接の機会を十分にかつ適切に確保することなど、必要な合理的配慮を図っていかなければならないと考えております。大月君。最後にですね、出所後の地域復帰にかかる地域間の格差について伺います。先ほども草加委員からもありました、この
地域定着支援センターなんですけれども、これ都道府県ごとに取り組みの温度差が生まれているということです。で、私が伺ったのは千葉県ではステークホルダーとさまざまな連携を図っていてうまくいっているという評価を伺っておりますけれども、今後厚労省が手引きや運営の指針を作成するなど水平展開を狙うことは考えられますか。お願いします。厚生労働省歳出大臣官房審議官。お答え申し上げます。先生ご指摘の地域生活定着支援センターの都道府県ごとの差についてでございますけれども、好事例の横展開等をすることは有効であるというふうに考えております。このため厚生労働省におきまして、地域生活定着支援センターの職員に対する研修において各地の先進的な取り組みですとか好事例等をですね、盛り込むとともにですね、今年度からは研修受講者が先進的な取り組みを行うセンターにおいて実践的なノウハウ等を身につける自治研修を実施することとしております。また来月でございますが、地域生活定着促進事業を担当する各都道府県の職員とそれから地域生活定着支援センターの職員が出席いたします都道府県担当者会議を開催することとしておりますが、この中で先進的な取り組みを行う自治体等からですね、実践事例をご報告いただくこととしているところでございます。大月君。時間が参りましたが、ので終わりますが、フードバンクを含めてこういった自立支援につながらない方々、多くの方々が列をなしています。物価高の中で支援の拡充ぜひお願いして私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。